ちは。本日は大島町自転車協会の寺本会長。大島自転車協会。大島自転車協会の寺本会長と、あちらの五人化スカイラインを一緒に登るっていう体験をさせていただくんで、ちょっとやっていきたいと思います。これが、よろしくお願いします。ボノクロスが A です。あ、なるほど、考えられてるんですね。すげえ。気をつけながら、はい。プロ選手言ってたんですけど、はい。頑張らないことが一番だということで、はい。頑張らずに、楽しく登れれば、はい。自分のペースでいいのかなと。わかりました。置いてかないでください。いやいやいや、何を言ってるんですか。頑張りましょう。最近大島自転車のお客さんとかも増えてますけど、やっぱなんか分かった気がしました。このペースで楽しめるよねって言ったらね。そうですね、確かに誰にも邪魔されない。うん、いろんな人が来て楽しんでもらえるといいなって思わない？思います。いや、貴重な経験本当ありがとうございました。